皆さんこんにちは、週刊激スポの時間です。それではラインナップどうぞ。まずは J2 リーグカターレ富山です。前回の千葉戦から2週間、試合がなくて寂しいというファンの方も多かったのではないでしょうか。それではアンマ体制となって2試合目となる10月24日コンサドーレ札幌との一戦をどうぞ。10月24日、カターレ富山が秋の大集客祭として観客を呼び込んだコンサドーレ札幌との試合。ホームの県総合運動公園陸上競技場には今シーズンで2番目に多い8412人が詰めかけました。連敗脱出を図るカターレのアンマ監督はチームのカンフル剤として2人のルーキーを選抜メンバーに投入しました。高卒のフォワード関原とプロ初出場となる大卒のキーパー内藤です。前半11分、ペナルティエリア内で黒部からのパスを受けた関原がシュート。しかしこれはキーパー真正面。8000人の声援に応えようとルーキー関原が積極的にチャンスを作ります。その直後の17分、キーパー内藤が蹴ろうとしたボールをフォワードの内村にカットされ、そのままゴールを決められます。思わぬ失点を取り返そうと反撃を試みるカターレですが、前半のシュート数はわずか2本、札幌の堅い守備に阻まれます。後半巻き返しを図るカターレは出足をくじかれます。後半8分、右サイドを突破されて上里に追加点を奪われます。ここで安間監督はすかさず関原に代えて攻撃的ミッドフィルダーの菅をピッチに送ります。後半10分、その菅からのロングパスが苔口へ。しかしこれはキーパーに阻まれます。この直後には西野からのクロスボールを矢田がシュート。後半27分には菅がミドルシュート。守っては札幌のシュートを内藤が落ち着いてセーブを連発します。試合終了間際には矢田、黒部と連続でシュートを放ちますが、札幌のネットを揺らすことができません。試合は結局0対2、カターレはホームで白星を挙げることができず、これで引き分けを挟んで9連敗となりました。現場で起きている、グラウンドで起きている、現実はやはりまだ13位の札幌さんには0-2と、これが実力で現実だと思います。何よりもやっぱり勝つことが一番だと思うので、そこを目標にまずは一つ行きたいなと思っております。以上です。せっかくチャンス来たんで、やってやろうっていう気持ちはあったんですけど、ちょっと不甲斐ないです。全然ダメですね。もっとやれたと思うし、やらなきゃいけないと思ってます。10月24日第31節を終わって J2 リーグの順位表です。
カターレ富山は勝ち点20で18位、首位は柏、2位甲府、3位は福岡です。カターレの次の試合はアウェーでリーグ最下位のギラバンツ北九州との対戦です。負けられません。アンマ体制での初勝利に期待しましょう。続いては BJ リーグ、富山クラウジーズのアウェーでの試合結果をお伝えします。クラウジーズは10月23日浜松東三河フェニックスと対戦しました。シューティングガードの水戸選手などの活躍で66対55と初勝利を挙げました。翌日の24日は61対75で敗れ連勝とはなりませんでした。10月24日の試合を終わって BJ リーグの順位表です。富山グラウジーズは1勝3敗でリーグ最下位、首位は浜松です。さて、浜松東三河フェニックスとの開幕戦で負傷した高野選手ですが、右足首の脱臼、全治3ヶ月と診断されました。高野選手は本当に悔しい気持ちでいっぱいです。ですが下を向いている暇は僕にはありません。一日でも早く元気な姿をブースターの皆さんにお見せできるよう必死に頑張りますとコメントしています。高野選手頑張ってください。グラウジーズの次の試合はホームで仙台 89ers と対戦します。次は富山サンダーバーズのチーム情報です。対談選手が2人追加されました。昨シーズンベストナインに輝いた内野手の下島隆選手が本人からの申し出により対談が決まりました。また球団は今シーズン打率3割5厘チーム最多の45打点を挙げた外野手の安志選手と来シーズンの契約はしないことを発表しました。若返りを目指すというサンダーバーズですが、来シーズンの開幕はどのような顔ぶれになるのでしょうか。番組では3週にわたってサンダーバーズの地域貢献活動をお伝えしてきました。今週はサンダーバーズ、カターレ、グラウジーズと3チームの活動をご覧ください。9月13日、大志選手と吉見選手、そして新藤コーチが訪れたのは高岡市の南城小学校です。この学校は新藤コーチの出身校で、玄関近くには現役時代に使った野球用具などを並べたミニコーナーが設けてあります。南城小学校の児童およそ370人と地区の防犯パトロールのスタッフらが参加した鍵かけ防犯教室では、高岡署の生活安全課長から鍵かけキャラバンキーが新藤コーチに渡されました。その後、高岡市出身の大志選手が子どもたちに鍵かけのお願いをしました。富山県では鍵をかけないために犯罪被害に遭う子がたくさんいます。続いて参加者たちが見守る中、野球部員を対象とした野球教室が行われました。3人はボールの投げ方やバットの素振りの仕方など野球の基本的な技術を子どもたちに教えました。野球教室はサンダーバーズの選手たちが今年6月に県警から鍵かけ隊員に任命されて以来、県内の小中学校で鍵かけ防犯教室とセットで行っています。この日は砺波市の庄川中学校でも鍵かけの呼びかけと野球教室が行われました。こちらには日向選手と雄志選手が参加しました。あ、どうもありがとうございます。野球教室は2人が放課後の野球部の練習に参加する形で行われました。
日向選手はピッチャーを相手にピッチングを、三好選手は野手を相手に守備を教えました。短い時間で上手くなるきっかけをつかんでほしいと、2人は体の重心の移動や下半身の使い方など見本を見せながら実践的な指導をしていきました。鍵かけキャラバンと野球教室は6月から9月までの4ヶ月間、リーグ戦の合間を縫って県内各地で行われました。続いてはカターレ富山です。8月1日県総合運動公園陸上競技場での FC 岐阜戦を前に、県が主催するプロ直伝スポーツ塾が開かれました。参加したのはカターレの選手11人とサッカーが大好きな子どもたちおよそ50人です。わかった。はい、ドリブルしよう。ドリブル。はじめに参加者全員が一人ずつボールを持ってのドリブルの練習です。これは狭い場所でもドリブルをできるようにすることが目的です。最後は3つのグループに分かれてミニゲームをしました。試合とか、ドリブルとか練習するのが楽しかった。最後は富山グラウジーズです。9月1日グラウジーズの選手たちが上市町の健康科学専門学校の生徒たちとの交流会を開きました。グラウジーズの選手たちが日頃からトレーニングルームなど学校の施設を利用しているため、そのお礼として開かれたものです。学生選抜チーム対グラウジーズの特別試合が行われました。学生の中にはバスケットボール経験者も多く、プロ選手との試合を楽しんでいました。グラウジーズの選手たちは迫力あるプレーを披露。一つ一つのプレーに会場が盛り上がっていました。スポーツに関わる仕事を目指す学生たちにとって、プロスポーツをより身近に感じた一日となったようです。3チームが地域と触れ合う貢献活動はこれからもどんどんお伝えしていきます。それでは今週の激スポはここまで。